こんにちは、はじめまして。カサムミュージックスクールボーカル加工師のみゆきです。よろしくお願いします。私はね、初めて歌を習った時にその発声練習がもうめちゃくちゃ好きとかね、得意っていうわけではなかったので、もう早くね、ずっと歌いたいよって思ってたんですけれども、もう発声練習はね、すごい大事だから、その練習しなきゃと思って、自分なりに面白おかしくアレンジをして発声練習をしていました。生徒さんにも楽しみながら声を出してもらって、自分の声とか自分の歌に少しでも自信を持っていただけるようにしっかりと導いていきます。まあ、時にはね、真面目モードもありますが、基本的には楽しく、レッスンが終わった後には笑顔でハッピーな気持ちで帰っていただけるようにバックアップしていきますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。それではレッスンの感じを少しアップしてみたので見てみてください。はい、高い音を出す方法の一つとして手を上げるっていうのがあります。はいっていう感じで、学校で誰々さんつってはいって返事をするような感じですね。それをピアノでやってみます。高い方の音で返事をしてみる。はいはいはいです。じゃあ今度は一緒にやってみましょう。せーの、はいはいはい、オッケー。じゃあ次、皆さん一人で、せーの、オッケー、いい感じです。はい、これを歌に生かしてみようということで、リサさんのグレンゲ高いですよね、しょっぱなから。それでやってみようと思います。強くなれる理由を知った僕を連れて進めの目高っていうとこ、ここで手を上げてみます。進めで、これでも出にくい場合は重心を下げてみる。真下にしゃがむですね、串刺しになっている感じ。進めみたいにいきます。でその時体がこうブレたりとか、こうヨレヨレしたりしないように注意してください。で声は前に押し出さない。進めいかない、行きたい気持ちはあるんだけど、こっち斜め後ろの方、進めていくとより声が出やすくなります。合体すると手を上げて重心下げる、進めっていう感じです。皆さんもぜひやってみてください。というようにジェスチャーをしながらレッスンをしてみたり、時にはリンゴリンゴリンゴというような感じでね、好きな食べ物でリズムの練習をしたりとか、生徒さん一人一人がイメージしやすい方法でレッスンをしていきますので、ぜひ、私のレッスンを体感してみてください。お待ちしております。それでは最後に歌っている動画をアップしてみたので、もしよろしければご覧になってみてください。それではまた会いましょう。